ろしくお願いします。へしきり長谷部と言います。主命とあらば何でもこなしますよ。へしきり長谷部役、新垣樽介さんです。お任せあれ、何でも切って差し上げましょう。へしきり長谷部役の新垣樽介です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。おなじみと言いますか、ちなみに、はい、新垣さんは、はい、へしきり長谷部もそうなんですけれども、長曽根小鉄さんも実はね、そうですね、ですよね、はい、ということでちょっともしもよろしければいいですか、長曽根さんの、出てますから ね、はい、お願いしてもいいですか、はい、よろしくお願いします。すぐには変われない。長曽根小鉄、押してまいる。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すごい、一気に長曽根さんが出てきましたね。よろしくお願いいたします。さあ、では続いてですね、続いてはこの方です。僕はにっかり青江。君も変な名前だと思うだろう。にっかり青江役、真島淳二さんです。さあ、切ったり切られたりしよう。よろしくお願いいたします。はい、にっかり青江役、真島淳二です。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そして最後はこの方です。俺は泉の神金沙だ。かっこよくて強い、最近流行りの刀だぜ。泉の神金沙役、木村良平さんです。銃や大砲に出番が取られないなんていい感じだぜ。はい、よろしくお願いします。木村良平です。よろしくお願いいたします。いや、出てきてからまた喋るのって恥ずかしい。ちょっと恥ずかしい。あそこで終わらせたかった。そうなのよね。ちょっと構えていらっしゃいましたよね。久々だったりもしてね。というわけで今日はね、初登場の方がお二人ということで、よろしくお願いいたします。お願いします。ちなみに木村さんと真島さんは、じゃあ近之助さんにお会いするのも初めてだったりしますか。初めてかな。あのさっき楽屋で話したもん ね、はい、ね、この後忙しいんでしょ。働くんだもんな。働くっていうのやめようか。コメント、評価、チャンネル登録もよかったらお願いします。